オカルトクイズ王決定戦。はい、この企画は私早瀬が進行を行います。よろしくお願いいたします。この企画はですね、タイトルの通りオカルトの知識を競い合い、オカルトクイズを決めようという企画でございます。出場するのは田中俊之さん、そして吉田裕貴さん、中田武史さん、おい、そして地下クイズ王の鈴木孝博さんです。おー、すごいすごい。まず田中さん、そうそうたるメンバーですけれども大丈夫でしょうか。もうね、チロリン村と言わせないですよ。僕の高校の、いや注釈入れるの早い。工業高校の意地を見せてやりますよ。見せてやれ。吉田さんはオカルトの知識が豊富そうですけれども、はい、どうでしょう。先ほど階段のショーレースやってきたばかりで、この2人ちょっとテンションが変な状態になってるんですね。ショーレースのテンションに。そうですね、それとショーレースやってない方の組との戦いになるかもしれないです。確かに、はい、それではいきましょう。中澤さんどうでしょう。そうですね、まあ、オカルトってね、一口で言ってもいろいろあるんですけれど、まあ、出題の傾向がユーマ8割ぐらいでやってくれたら優勝の自信が。じゃあ優勝できないかもしれないですね。8割はないですよ。心霊少なめでお願いします。いやいやいや、今から無理ですよもうね。吉田さんと中澤さんは得意ジャンルが全く違うんでね、これちょっと面白そうだなと思いますね。そして鈴木さん、改めて今回は企画へご参加していただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回はですね、オカルトの問題ばかりなんですけれども、そのあたりはいかがでしょう。カルトクイズって、はい、基本的にそのジャンルに強い人たちが絶対勝つんですよ普段は。確かに。でもね、今日は僕がいますからジャイアントキリングいきますよ。おー、まあ、ジャイアントキリングを狙っている鈴木さんから見てライバルになりそうなのは誰でしょう。でもね、みんな強いんですよ。はい、都市伝説の吉田さんでしょ。確かに。で、怪談の田中さんに、はい、ユーマの中澤君。確かに。でも僕の場合今日ね、カンニングペーパーが隣になりますから。これカンニングペーパー。いや、こっからは出ない。ありがとうございます。それでは早速始めていきますが、今回クイズの問題を読んでくださるのがクイズ作家の日高大輔さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の問題はすでにですね、日高さんは目を通されているかと思いますが、率直な感想いかがでしょう。はい、くぶくり何のことやら分かりますか。すでにもう洗礼を受けてるんですよ皆さん、オカルトの。それではよろしくお願いいたします。今回ですね、僕も日高さんと一緒に実況席のようなところから進行していきます。それでは早速いきましょう。まずはファーストラウンド早押しクイズ。このファーストラウンドでは早押しクイズ15問出題いたします。一番正解数の少ない1名がここで脱落いたします。お手つきはその問題の回答権を失います。しかし今回特別ルールを設けました。あまりクイズ慣れしていない3名のためにも、鈴木さんにはハンデを与えようと思います。そのハンデというのがチャンスカードです。チャンスカードを使うと、それを使った人の専門分野に特化した問題が出題されるという特別なカードでございます。もちろんですね、その方以外にも回答権はございます、うん、1人ですね2回まで使うことができますが、各ラウンドの上限枚数は1人1回までとなります。ちなみにですね、この後は、セカンドと決勝ラウンドを予定しているので、この3つのラウンド内でどのようにこのカードを使うのか、それが勝負の鍵になってくるかと思います。正解数はですね、こちらのホワイトボードで確認できるようになっております。はい、こちらです。手書き。手書き。しかも字が下手くそ。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。行きましょう。では日高さん、お願いいたします。はい、それでは問題を差し上げます。第1問です。問題、ホラー映画に登場する貞子の母親のモデルとされる明治時代末期の千里眼騒動で投資能力者として紹介。あ、しゃった。はい、鈴木さん。高橋貞子さん。いや、残念。うわ、吉田さん。三船千鶴子。その通り。あ、吉田さん1ポイントでございます。貞子も一応モデルの一部にはなってはいるんですけどもね。そうだね。まあ、メイン的には三船千鶴子と言えるかなっていう感じですかね。ちょっとむずない。1問です、1問です、1問目です。こう運動神経の勝負ですね。違いますよ、違いますよ。田中さん、これ分かりました。ふわっとです。ふわっと。
貞子は出てきました。貞子は質問も問題文出てましたから。そう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 。いや頑張りますよ。はい、わかりました。では続いていきます。それでは次の問題をお願いいたします。問題、石ノ森章太郎の漫画サイボーグ009にも登場するフランスのシャンボール城で錬金術の研究を行っていたというフロー、鈴木さん、ニコラ・フラメル。いや、クソ。続きです。不老不死の伝説がある人物は何伯爵でしょうか。お、中澤さん、サンジェルマン伯爵。その通り正解。おー、中澤さんがここを取ってきた。これはいいですね。どのあたりで分かりました、中澤さん。石ノ森章太郎、早い、早い、押せや。どうした、なんでちょっと待ったんや、みんな。石ノ森、優しさがね、石ノ森章太郎から枝分かれしてるオカルトワードがいくつか浮かんだ、何問か答えがあって、それでということですかね。世界中とかね。あ、いいです、これやっぱ難しいね、オカルトね。勉強になりますわ。まあでもどんどん押していくよ。わかりました。それでは出てこねえんだよな。次の問題をお願いいたします。問題、コムソーアイドルとしての名前は小井村虚無子。2012年。田中さん、あ、どうやろう、ちょっと早すぎたかもしれん。松原谷氏。おお、正解。その通りです。2012年から事故物件に住んでいる、事故物件住みます、そこまで行くといえば誰でしょうか。あの小井村虚無子は僕バンドメンバーでもありますからね。あ、そうなんですね、はい、素晴らしい。鈴木さん、この問題はどうでしょう。これはね、松原谷さんに行くためには事故物件まで行かないと僕押せないな。あ、いや、うん、うちはもそうですよ。そうですね。中澤さんも僕も。そうですね、みんなそうです。はい、それでは次の問題をお願いいたします。はい、第4問です。問題、都市伝説上の村で入り口の看板にこの先日本国憲法は通用。鈴木さん、犬鳴村ですが、あ、残念。牛田さん、早い。杉沢村。お見事。おお、素晴らしい。そうね、問題読むと。いやいや、これ私だったら犬鳴村最初に答えちゃってます、うん、もう鈴木さんのおかげですね。そうですね、二択ですもんね、これね、はい、いや、池添村かもしれないよ。はい、池添村かもしれない。いろいろね。とはいえ そっちのマイナーなのは選択しないだろうから、ね、あ、そうか。先のだから問題を見据えて答えるともなかなかこれ高いですね、レベルがね。ですがっていうのは早とちりぐらいなが、ちなみにですがの後はどういう問題。ここから先へ立ち入るもの、命の保証はないと書かれているのは何村ですか、うん、杉沢村ということで。あ、素晴らしい。それでは次の問題をお願いいたします。第5問です。問題、異星人からのメッセージという本に登場し、筋肉少女隊の歌のモデルにもなった、目が輝く。あ、鈴木さん、エルパッキー。その通り。あ、わー、素晴らしい。これで全員にポイントが入りましたね。いい勝負ですね。素晴らしい。すげえ。目が輝く猫に似た謎の生物は何でしょう。エルパッキー、ムニューダだっけ。これ中澤さん結構付き合いがあるので、ここは答えてほしかったですね。これ取られたの悔しいですね。でも、いや、そうですよね。実は鈴木さん UFO 得意ジャンルなんですよね。そうそう、あ、そうなんですか。 UFO は俺いけるんだよ。UFO は俺いけるんだよ。エルパッキーは UFO と UMA で取り合ってるね。UFO 関係でもあるけど、ちょっと UMA 関係でもあるね。そんなとこある。猫にしてはちょっと尻尾が傾きなんだ。そうなんですね、はい、了解です。それでは次の問題をお願いいたします。第6問です。問題、京都大学附属図書館に収蔵されている木版画によると、1846年、え、社さん、アマビエ。あ、残念。続きを聞いてます。ですがか、1846年、海からアマビエが現れたとされているのは現在の何県。あ、鈴木さん、はい、熊本県。この通り。わあ、まくってきた。いいですね。さっきの逆だね。ね、なるほど。アマビエって答えてくれたから、あとはアマビエでこうやって待ってればよかった。これも僕中澤さんに答えてほしかったです。妖怪やっぱりね、お詳しいから、ね、悔しいですね。悔しいです。いや、アマビエじゃないっていう時点でアマビコとかその辺なのかなとか考えてる。あ、ちょっと深く読みすぎたかなという感じはありますね。田中さん、ついてこれてますか。つい、え、何とか。キョムコ以外。キョムコ以外。いや、あの、チャンスカードとかあるんですよ。あ、チャンスカード。うん、チャンスカード使います。早っ。お、出ました、田中さんの。もう使います。はい、確かにいいタイミングだとは思います、うんうん、戦略的には。ここはね、攻めるよ逆に、
はい、では田中さんが、チャンスカード1回目ですね、はい、1回目しましたので、はい、田中さん用の問題を出題いたします。それでは答えてみるね、はい、第7問相当になりますね。問題、田中俊之の代表作あべこべ、その怪談の最後に披露する決めポーズと決めセリフといえば。あれ、吉田さんが叱りましたね。裏拍手、裏拍手と、すごーい、うわー、正解です。なぜ答えられないのか。え、チャンスカードってこんなプライベートなもんじゃない。ユーマとか それぞれの得意ジャンルからとかじゃなくて、プライベートな問題が出るんです。田中の持ちネタですからね、これは。しかも答えてほしかったです。だって何百回話した、いやもう何500は言ってると思うんです。でもだからこそ なんか違うんだろうなみたいな。迷いましたね。だからすごい、そういうことか。500通りのすごいがあるから、うん、この速度とかもね、微妙に角度も違いますからね。もうこれぐらい広げるのか、うん、それまあこのスピードのか、遅い時と速い時ありますよね、なるほどね。これでもう終わり。そうですね、まあこの回はもうファーストでは使えないですね。さあ今このようになっております点数ですね。ちょっと吉田さんが1ポイント、皆さんよりも上で今1位という形、田中さんと中さんちょっと頑張っていただきたいなという。この辺で僕もチャンスカード使っちゃっていいですか。え、今、はい、もうまだ 2回しかどうせ使えないですもんね。使えない、使えないです。もう今確かに早めに使うのも手かもしれないですね。各ラウンド1回ずつ。そうですね、はい、はいはい、では中澤さんが1回目のチャンスカードを使用いただきました、はい、それでは問題です。最強の山岳生物クマ、そんなクマを題材にして1992年に映画化された作品クマちゃんの脚本を務めた J ホラーブームに大きな影響。中田さんが光ったですがないってことを信じますけど、小中千秋さん。その通り。あ、取った取った。田中さんこう使うんですよ。そういうことね。チャンスカードは小中千秋さん。これはいい問題ですね。プライベートからじゃないんで。そうですよね。で、まあ、Jホラーというか、そこから出してますからね。いや素晴らしいです。こういう風に使うんですよ、チャンスカードはね。なるほど。じゃあちょっとチャンスカード使ってみよう。早い、はい、吉田さんからもチャンスカードでございます。第9問目ですね。では、吉田さんが1回目のチャンスカードを使用しました、はい、それでは問題です。稲川淳二さんの怪談から問題です。流氷を取材するために早い、早い、吉田さん。死の旅館。正解。いや素晴らしい。早っ。いや、いや、とてつもなく強いですねこれは。容疑者に乗っていくやつ、ね、そうです、網走の方に流氷を見に行く、容疑者の中で死の旅館の怪談を聞く、取材するという。田中さん正解分かってたんですね。じゃあ、いや分かってたけど、流氷だけじゃちょっと反応できないです。流氷他にあるんですか。え、すげえ、他にあるんですか。いや、えぐいマウンティング始まった。えぐいマウンティング始まったぞ。圧がマウントされてるね。ないよね、流氷出てくる階段ないよね。怖いよ、リアルな階段だよ。それでは次の問題をお願いいたします。はい、ファーストラウンドではチャンスカードはもう皆さん使う権利はなくなります。では第10問目になります。問題、気象操作のために行っている、実は最近兵器であるといった陰謀説もある飛行機が。お、来ました鈴木さん。ケムトレイル。正解。素晴らしい。飛行機が化学物質を放出するとできる飛行機雲のような筋を何というでしょうか、うん、ケムトレイル。やっぱ陰謀論鈴木さん強いですね。陰謀論はね強いよ。あれケムトレイルって言うんや。いや今知った人がいる。見たことあるんですか。え、飛行機の後のやつでしょ、うん、いやいや、ブルーインパルスがやってるのと違いますから。あ、違うんですか、うん、あれブルーインパルスのは煙トレイルで、これケミカルトレイルだから。あ、すみません、うん、クイズ中に謝る出てくる飛行機のものは違うんですよ。すみません。それでは次の問題をお願いいたします。残り5問です、頑張ってください。ユーマはいつ来るんですかね。来てるよ、来てるよ、さっきからいっぱい。ユーマ問題来てます、うん、第11問です。問題、オカルトエンタメ大学からの問題です。え、六甲山の麓で喫茶店を営み交通事故で亡くなった女性がモデルとも言われる車やバイクと同じスピード。来た、田中。あれ、
走るババア。うーん、あれなんで忘れてるの。なんで、あ、吉田さん、ターボババア。あ、ほんまに正解です。ちょっと引き離してきましたね、吉田さんが。これはでも分かるんです、いろんな呼び方あるんで。六甲さんの方がなんかダッシュババアなのか、はいはいはい、まあ、愛知の方はジャンピングババアだったりしますけど、でも田中さんが分かんなかったってことはターボババアじゃないのかなと思ったら合ってましたね。しかも俺これ授業でやってたんちゃうかな。え、地元ですからね。はい、うん、授業って、あ、オカルトエンタメ大学の、はい、これあのこの山には気をつけろという、オカルトエンタメ大学の中の摩訶不思議な日本三怪山を田中俊之先生が教えますからの出題ということで、田中さん、これ実質チャンスカードみたいなもんだよ。吉田さん、そんなにやられてるよね。ちょっとスタッフの成績が微妙だから気づかれてないけど、田中さん、ひいきされてますよ、明らかに。これは、無着ですね。しかも、その忖度に答えられないという。もうそれ、ことごとく吉田さんが潰してるから。それでは次の問題をお願いいたします。第12問です。問題。古い文献には右大臣藤原諸助や安倍晴明が百鬼夜行に出くわしたところとして記されている京都の二条王子と大宮王子が交わる辻の名前は何でしょうか。あ、これなんだっけ、知ってる知ってる、の辻の名前か。何の辻なんだっけ、一応。いやでも行くか、辻もういや、来た、浅田さん、カタピラの筋。誰です、うん、筋の名前か、そうか。あ、誰か光るか。筋の名前、筋の名前。筋。3、3秒前です。2。あ、なんだっけな。筋のあれだけど。残念です。誰も答えられませんでした。正解は、あわわの筋。または、あははの筋。残念。ここ僕行きましたわ、妖怪探しに。それでは次の問題をお願いいたします。第13問です。そうだ、オカルトエンタメ大学からの問題です。お、問題。お、体長は推定15メートルから20メートル、およそ200万年前に絶滅したとされるが今も生きている説がある。来た、中澤武史、メガロドン。正解です。ここは取っておきたかったところですよね、中澤さん、うん、ちょっと200万年前だといろいろいるからどうして、ちょっと悩みましたけど。これ中澤さんが授業やってる、僕の授業で、はい、なるほど。なんか不満がありますか、田中さん。え、なんか不満がありますか。いや、ちょっと忖度あるな。自分にもあったでしょ、だいぶ忖度に答えました。でもこれは素晴らしいね。メガロドン生存説、はい、古代の巨大ザメが生き残っている証拠からの出題でございます、はい、なるほど。これは答えられてよかったですね、はい、今ですねボードを見ていただきたいんですけれども、吉田さんが今リードしていますね。やばいな、田中の知識がないというのがここでちょっとバレかけてきますけれども。村子がバレる。田中さんの答えを私がもらってるっていう図式になってますよね。この2問差っていうのは。確かに、うん、では残り2問でございます。次の問題をお願いいたします。問題。2018年に山形で目撃された巨人がこれに似ていると指摘された10フィートモンスターとも呼ばれる宇宙人をアメリカウエストバージ。来た、中田武史。問題が多分フラットウッズモンスター。素晴らしい、やっぱユーマは強いですね。あ、そうなんだ、やっぱね、山形の巨人が、うん、へー、ユーマクイズをやりましょうよ。来年はね、やっぱ強いですね、ユーマは。中澤さんね、そうですね、これ宇宙人問題でもあるからちょっと、まあ、確かに確かに、そう、今ね同情してたけどね、悔しいなこれ。あー残念、でもこれも最後のでは問題となります、うん、え、はい。決定こそしてますが、もう決定こそしてますが、最後まで走り抜くのが大事なんです、田中さん。チャンスカードは、いやもう使ってるでしょ。使っても勝てないしな。じゃあ使ってあげると、まあまあ、使えないのか。では最終問題でございます、お願いいたします。問題。1997年に公開されサイコホラーの名作とも言われるアニメパーフェクトブルーの原作を手掛けた田中さん。そうね、竹内義和。おいし、おー、最後に取りましたね。これは取らないとね。これは取らないと、仲いいし、うん、最後に取りよかった、ね、これ、はい、これ生き残ったってことですか、最後答えたから。ちょっと待ってくださいね、今、はい、これで15問すべてが終了いたしました。
脱落するのは田中さん。なんでやねん。なんでやねんってあれば。ドキドキしなかったでしょ。さあ田中さん残念でしたね。敗因はどこにあると思いますか。忖度でしょ。忖度。忖度でしょ。忖度でしょ。座れ座れって言われましたね。いやさ、落ち着けと。僕をはめようとしてます。いやいや、そんなことはないよ。あのみんなスタッフが忖度して田中さんを勝たせようとしたけど、ね、どん底だったんですよ。全体的に田中さんへの優しさがすごい感じる問題だった、うん、そう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 、はい、いやちょっと納得いかないですけどね。マジでこれで納得いかなかったらもうどうしようもないですね。ちゃんとしたね、お叱りが。それでは田中さん退場。屈辱やな。あの村の工業に顔向けできんな、これ。上島竜兵さんに顔向けできんな。まあ村校チロリン村とね呼ばれている出身高校。はい、まあ、では行きましょう。続いてセカンドラウンドはフリップクイズ。全部で8問のさまざまな問題が出ますが、お手元のスケッチブックに答えを書いて出していただくという方式のクイズになります。こちらも脱落者は1名、うん、では早速いきましょう。問題、制限時間は30秒でお書きください、はい、30秒か。2021年に公開されたアメリカ国家情報長官室の報告書で用いられている未確認空中現象を表すアルファベット3文字の略称は何でしょうか。むず。中澤さんの筆が動いてもうすぐ止まりましたね。2021年に公開されたアメリカ国家情報長官室の報告書で用いられている未確認空中現象を表すアルファベット3文字の略称は何でしょう。吉田さんがちょっと、じゃあまあでもこういうことかな。田中さんはどうですか。今回誰が優勝しそうですか。いやちょっと中澤さんのペンがちょっと早かったですね。早いですよね。なんか得意問題強いですね、田中さん、うん、田中さん、中澤さんはね。はい、お時間となりました。それでは3人の方一斉にオープン。吉田さん UFF。 多分これはもう現象っていうのでフェノミナンからもう UFO じゃならぬ UFF かなという当てずっぽうです。鈴木さん UAP。中澤さん、これは細ペン使っちゃいました。すみません、UAP です。あの V か U。あ、U です、U です。はい。V っぽいな。いやいやいや、ここで V 使うやついないでしょ。バンプでしょ。バンプね。バンプ。すみません、僕字が下手なんで、ね。バンプで。UAP です。バンプっていうメーカーあったな、なんか。UAP ですね。はい。はい。ギャップのパクリでしょ。正解は UAP です。鈴木さんと中澤さんがポイントを取りました。はい、UAP Unidentified Aerial Phenomena、うん、フェナミナー合ってるんですけど、うん、綴りが間違っておりました。あ、そうか、フェナミナーは P か、P です、うん、恥ずかしい英語の好きの方も。これでもあの国防総省が初めて UFO を認めたっていうんだよね。いやすごい、あの大ニュースですよね。大体のメディアは結局 UFO として報じちゃったんですけど、本当は UAP なんですね。こういう風になんかやっぱ後から来るんです情報がね、うん、お詳しいですね。さて続いての問題です。第2問です。問題、1999年に出版された漫画私が見た未来が東日本大震災を予言していたと言われ、今年その偽物のツイッターアカウントがオカルト界を騒動に巻き込んだ漫画家は誰でしょうか。まあ時事問題みたいな、ね、そうですね、問題もありますね。田中さんどうですか、これは。あ、これは分かりますよ。すごい噂になりましたから。ちなみに漢字が間違ったらダメですか。あ、分からない場合はひらがな。あ、よかった、漢字の間違いは正解。よかった、よかった、よかった、オッケーみたいです。ひらがなでオッケーです。漢字じゃなくてひらがなで固くいった方がいいかもしれないですよね。両方書いちゃダメ。あ、両方でも全然、はい、ちょっと額のあるところをアピールしようと、ええ、ちょっと日和りました、ええ、私。はい、お時間となりました。それでは回答オープン。吉田さん、辰木亮、鈴木さん、辰木亮、そして中澤さん、辰木亮、はい、正解を発表します。正解は辰木亮、全員正解です。はい、3名にポイントが入りました。漢字もお二人合ってました。
これは結構問題になりましたもんね。そうですね、うん、私が見た未来という漫画、入手が困難で10万円相当の高値がついたんですけども、2021年10月2日に飛鳥新社から復刻版が発売される予定とのことです、うん、これは本間なんですね。本人からもう予約しました、はい、あ早い、きちんと本人にコンタクトを取ったそうです。なるほど、はい、これね、偽物の人はね、よく僕のツイートいいねとかしてくれてたんですけど、ね、いい人だと思ってたらね、偽物とは思わなかった、ね、結構まあいい勝負になってきてますね。横ばいというかまだまだね、今ホワイトボード、はい、映してますけれども、まだまだちょっと決着わからないですけれども、さあでは続いての問題です。第3問目、こちらも制限時間30秒です。問題、ヒーリングの第一人者と呼ばれた高塚ひかるに遠藤周作がヒーリングを受けたところ、どんなことが起こったでしょうか。結構これ難しい。これ3人のうち誰を対象としてるんだ。なかなか難しい。タイがあっていれば OK です。ヒーリングの第一人者と呼ばれた高塚ひかるに、これは誰もちょっとペンが動いてないですけども、ヒーリングを受けたところ、どんなことが起きたでしょう。どんな、田中さん分かりますか。遠藤周作って小説家の人、いやそれはあったかいとかちゃうんですか。なんかあったかなったとか、体が、田中の答えは体があったかなったでいいですかね。ヒーリングはあったかなるでしょう体ね。はい、お時間となりました。それでは3人の方回答オープン。吉田さん勃起水木さん肩が治った、中澤さん肩こりが治った、ね、まあ大体 肩が良くなったみたいな話、まあ、コリアン先生っていうぐらいだからね。うまいですね、ありがとう。正解発表します。正解は二日酔いが治った。全然違う。全然違う。こちらはポイント入りませんでした。そうか。てか高塚さん直しすぎね、いろんな人をね。高塚さんのドキュメント映画見てたんだけど、こんなお話出てこなかったな、うん、二日酔いが治るという、ね、二日酔い。さあでは続いての問題です。はい、セカンドラウンド全8問のうち第4問目です。問題、インド人のヒラ・ラタン・マネクが特に有名な太陽を凝視し、太陽のエネルギーを摂取することで何も食べずに生きることができるという健康法を英語で何ていう。単語が出てくる、知ってんだけど、知ってんだけどさ。そうですよね、単語出てこねえな。これ何のペンが動いてますね。やば、ご飯食べんでええの。なんだっけ、太陽だけでいけるんですよ。太陽だけで光合成だけでいけるということですよね。わかんないな。太陽を肛門を太陽に当てるってやつもしょうがない。ありますね、朝一番にね。なんだったっけ。やりましたもん僕も。違う、朝一番に肛門に光当てましたよ。その日ね、うん、結構体調良かったんですよね。吸収力半端ない。吸収力半端ないから。はい、お時間となりました。負けた人の方が目立つね。それでは3人の方回答オープン。ちょっとわかんない。吉田さんガエリアン。違うんですけどね。鈴木さんブレサリアン、うん、中澤さんサンサーン。もう無回答しかこれしかもうなかったですね選択。はい、それでは正解を発表します。正解は3。お、え、お、え、まさかのゲイジングでした。あー惜しい。ナットカリアンって言い方ありますよ ね, ね、これこれベジタリアンと一緒だよね。そうそうそう、うん、太陽を凝視することという意味で3ゲイジング、うん、あ、行為のことはね。あ、そういうことか、うん、これはなかなか難しかったですね。すごいね。続いての問題です。オカルト厳しいね。第5問です。オカルトエンタメ大学からの問題です。来ましたよ、うん。2008年頃からネット上で語られ始めた、背が高く赤い服を着ていて派手な動きをする女性を何というでしょうか、うん、これはこれもまあ、うん、分かんねえな。最近話題にもなってそうですね。田中さんどうですか。あ、今の吉田さんので来ましたね、あの、うん、で大きい人。そうそうそう、はい、分かんない。これなんかあれですよね、漫画家とか最近ね。あ、ね、ほらほら、そういうこと言っちゃダメだよ。これもあ、そうそうそう。はい、はいはい、ではお時間となりました。回答オープン。分かんないです。はい、吉田さんアクロバティックサラサラ、鈴木さん八尺様、中澤さん八尺様。それではさあ割れましたね。正解発表します。正解はアク
クロバティックサラサラ来ました。発色様やと思った。いやどっちも2008年なんで難しいんですよ。発色様白いんだよな、うん、そうですね。赤いイメージないわ、うん、赤いイメージないんだよ。アクロバティックサラサラ僕は初耳ですね、うん、あそうか意外と。でも最近あの、ま、ダンダダンってジャンププラスで大人気の漫画にも出てきたね。 あれでも多分オカルトエンタメ大学見たんですよね、あの作者。絶対そうですよね。なんかあれですよ、なんか噂だと山口敏太郎先生のファンみたいな。あ違うんだ。吉田さんの会社じゃない。でも敏太郎さんも出てますもんね。そう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 。ああ。オカルトエンタメ大学は。ああ、うん、そっからだから吉田さんに行ったのかもしれないですね。今点数見ると引き分けなんですよね。2-2-2で。いやオカルトむずいわ。あチャンスカードまだ残ってますけれども。うん、あそうか。チャンスカードここでも使えるのか。お二人。これは使った方がいいか。使います？ね、はい、じゃあ、うん、じゃあ、どっちか先か、じゃあ、じゃあ私から。はい、では吉田さんからお願いいたします。はい、セカンドチャンスも、これ使えるんですね、チャンスカードは。ここで落とされないようにしないといけないな。ここで稼いどかない。どなたかごめんなさい、吉田さんの。はい、吉田さんですね。お願いいたします。はい、では吉田さん、チャンスカードでございます。うん、第6問目です。問題。稲川淳二さんが毎年開催しているミステリーナイトツアー稲川淳二の怪談ナイト、第1回目が行われたのは1993年ですが、その時の会場はどこだったでしょうか。お書きください、これは激ムズですね。これはちょっと、ね、これチャンス問題なの。吉田さんへの、あのなんとか分かるんですけど、会社名前までは分かんないな。チャンスカードが難しい。田中さんもね、稲川さんのファンですけど、どうですか、この問題は。93年。いや、えこれ現在の名前、これ名前までは結構なファンでも分かんないと思います。全然分かんねえな。なかなか難しい。なんかでもあれですよね、田中さんは家にテープも持ってるじゃないですか。テープあります。うん、なかなかのそこはあんま注目しないもんね。テープもありますし、ファンでも確かにね。稲川さんがこれ全然分かんねえ。初めて出したレコードも持ってますよ。あそう、花のお江戸の風を歌っていうやつ、うん、なかなか難しい。あと稲川さんはラップ歌ってる CD も持ってますラップヘルプミーヘルプミーすごいな。そういう問題にしてほしかった。はい、ではお時間となりました。回答オープン。二つ橋、七つ橋、吉田さん、二つ橋共同スタジオ、鈴木さん、ロフトプラスワン、中澤さん、苗場のドーム。まあ苗場ドームですね。はい、そうですね、はい、あったっけその頃は。わかんないですけど、ね、ちょっともうライブやってそうなとこしかもうね、うん、正解はクラブチッタ。クラブチッタ川崎。いや、まあ、クラブチッタでもやってるんですけど、最初は寺かスタジオだったはずなんだよな。これは、うん、もちろんクラブチッタでもやってるんですけど。おクレームが来ました。クレームが来ました。これ物言いが入りました。最初はなんかね、寺ってかなんかスタジオって言ってたんですよ。物言い入りましたけれども、多分ウィキペディア情報ではクラブチッタになってると思いますけど、うん、うん、これはちょっとどうしましょう。マイルスです。今回はクラブチッタです。クラブチッタが正解のようです。今リプレイが入ってますから先に進めといて、はい、うん、あじゃあここで僕も負けた時に、ね、ました。中澤たけしからチャンスカードここで使ってください。はい、はい、では、うん、残り2問といったところで、おお勝負だな。ここが中澤さんが、あそうなんだ、残り2問なんですね、はい、うん、はい、マジ、チャンスカードお願いします。中澤さん用のチャンスカード問題、はい、問題。2005年 Google Earth に移り込んだとされるアフリカのナミビア沖で目撃された白い物体の名称は何でしょうか。お書きください。これみんなへのサービスじゃないですか。これユーマ問題ですよね。でいいの、まあ、それでいいの。えこれ多分みんなわかんじゃないの、この3人だったら。そうでしょう。そう、なんかだからバランスはちょっとね、はい、これ僕へのサービスなのかな。これでも中澤サービスですよ、これは。もっと僕のプライベートな質問出してくださいよ中澤たけしの親父の名前はとか。いや分かるか分かるか。これだって全員へのサービス問題でしょ。いやでもさっきみたいに全員分かんなかったのと一緒ですから。まあ、あ、そうそう、はい、はい、お時間お時間です。怒ってます、怒ってます。いろいろ不満が出てきましたね。3人の方、はい、オープン。人間、人間、人間、揃いました、はい、正解は人間でした。うわ、おー、皆さんにポイントが入りました。
なんか納得いかない。次が最終ですよね。で最後の問題で決まるのか。すごい。これで決まるの？あれ単位になるからどうなんだその場合。確かにそうですね。どう転がろうと。ああサドンデスがあるんだ。サドンデスがあるみたいですね。では行きますか最後のね、はい、問題では行きましょう。いい戦いですね。この問題は制限時間が1分間となります。1分間だろ。逆になんだ問題。秘密結社の違うこっちに。こっちですね。あ、すいません、わかりました。第8問目仕切り直します。制限時間は通常通り30秒。はい、はい、問題。秘密結社の代表格としておなじみの UI 団体フリーメイソンに日本人として初めて入会したとされる2人といえば、1864年に留学先のオランダで入会した誰と誰でしょうか。ました。これなかなか、漢字はどうなんですか。あ、もちろん、ひらがなでも OK です、はい、ひらがなでも OK です。読み方が間違ってたりしますと、それは間違いになります。これ僕フリーメイソンのロッジって直接この話しましたからね。え、あ、それじゃ早く分かる。僕分かります。2人は2人これ話してロッジのマスターに気に入られましたもん。全然は。え、早瀬くん入った？いや僕入ってないです、はい、2人、正解した方は勝ち抜けでございます。大事な問題、ここは逃したくない。見た気は。あ、ちょっと、あれでも1860。あ、よ、2人って2人かかなかったんですね。1864年です。これは説ってことですか。歴史認められてるんですか。オカルトで裏を取ろうとしてる。いや、名言出ました、名言。名言、オカルトで裏取ろうとしてる。そうそう、確かにそうなんだよ。ちょっと気になりますけど。あと、じゃあこれじゃないのか。じゃあこれは違う。このはっきりしてる人は違うんだ、逆に言うと。考えすぎておかしなってるパターンかな。いや、でも分かんねえな。日本人として初めて入会したとされているのは、いや、でももう分かんない。に、オランダで入会した誰と誰でしょうか。そろそろお時間とさせていただきます、書いてください。これ2人ですよね。どうでしょう。いや、もうこれしかないか。はい、分かんない。1864年か、この、はい、ではお時間となりました。回答オープン。吉田さん、坂本龍馬と勝海舟、鈴木さん、西天音と分かんない、中澤さん、坂本龍馬と中岡さん、中岡慎太郎ですかね、これ。そうですね、はい、はい、お、正解を発表いたします。正解は西天音と津田真道が正解でした。あ、惜しいですね、鈴木さん。 0.5 点くれない。惜しい。これ難問だな、これ。いや、これはなかなか難しい。最初鳩山さんのね、おじいさん、鈴木さん、これ 0.5 点入るみたいです。え、入る、そんなある。 0.5 点入るということは、鈴木さん勝ち抜けでございます。そうすると1対1で戦います。おめでとうございます。やっぱり裏クイズ王は強い。いや、勝ち抜けでね、一名。これなかなか、いや、これなかなか熾烈なね、争い、高いですよ、うん、難しい。ユーマ濃い。ユーマ問題濃い。どっちかに寄らないクイズにしてほしいです ね。まあ確かにそうですね。どっちにも寄ってない問題来るのがね。じゃ、ここからサドンデスでございます。本当にもう最後の問題でございます。では行きましょう。サドンデス問題。次の水性タイプ、水に住むですね、水性タイプのユーマの生息が噂される湖に関する空欄を埋めてください。オカナガン湖にいるホニャララ。でもこれは吉田さんでも分かるでしょ。プレーン湖にいるホニャララ。いやいや、分かんないな。ダカタウア湖にいるホニャララ。ユーマって正解数が多かった方の勝ち。多かったは勝ち。すみません、もう一回湖の名前、はい、湖の名前もう一度、はい、ユーマの生息が噂される湖は、はい、オカナガン湖にいる、うん、何、シャンプレーン湖にいる何、うん、ダカタウア湖にいる何、うんうんうん、まあ、1、2、3と書いていただけると助かります。そうですね、1がオカナガン湖、はい、2がシャンプレーン湖、3がダカタウア湖。これは難しい。正しく湖にとユーマを結びつけてください。いや、多分これだ。なぜか鈴木さんが一番に書き終わるっていう。なんだこれ。ユーマ全然知らない。いや、一応あのインチキで勝ち抜けされたとか言われると嫌だから書いてみた。気高い。田中さん、分かりますこれ。いや、これはもうちょっと
何言ってるのかちょっと分かんないいや普通そうなんですよね、いや田中さんとか林さんはこういうの知っといてほしいですよね、一般の人はともかくね勉強しなあかんですね。お金頑固は分かるけど他分かんないな俺。どこにのはどこにあんのこれいやいやそのレベルですよね本当にね、そろそろ、ね、はい、ました残り、10秒と10秒大丈夫ですか、書き損じとかあったり、あもう書かれてますかお二人とも、あはい書きました、はい、では行きましょうかね、はい、それではお二方サドンデス問題でも回答オープン。吉田さんがオカナガンがオタマ、はい、シャンプレーンがカパール、はい、そしてダカタウアがグイ、スイミンです。あスイミン、あのスイミングが得意なんでスイミン、うん、これ私が考えたポケモン、水星ポケモンの名前ですねポケモンって言ったよ、はい中澤さん、オカナガンコがオゴポゴ、シャンプレンコがチャンプ、はい、そしてダカタウアコがこれ多分ムビエル、ムビエル、ムビエル、違うかな。ちなみに鈴木さんの答えを参考な、うわっ、お、上からオゴポゴ、チャンプ、ムビエル、ムビエル、ムビエル、強い。こちらで用意した答えをまずは発表いたします、はい、正解はオカナガンコはオゴポゴ、わシャンプレンコはチャンプ、わおダカタウアコはミゴ、えミゴか、あー惜しかった俺も、いやいやもう惜しかった、全部外してますよ全部、え、うん、ダカタウアコミゴ、あこちら、うん、確認取れました、ね、あのアフリカの湖っぽいから勘、うん、でそっちに行ったんだ、たまたま2人が行く、うん、そうですよ ね、うん、ね、ということで、サドンデスが終了いたしました。中澤さんはこの問題で3分の 2、はい、吉田さんは3分の0という結果になりました。すべて、結果がセカンド終わりました。脱落するのは吉田さんです。あ残念ですけれども、敗因はどこにあると思いましょうか。敗因はクラブチッタの前にお寺でやってたその辺は気になりますよね。問題、いや俺ね思うんだけど、はい、田中さんの呪いねえ本当、まあ、でもさっきも田中さんの得点をかすめ取ったんで別にあのそれで勝った今ねすごい生き量がいたよその辺に負けろっていうそれでは吉田さん退場。わあ。これでも意外な。そうか。いやヒリヒリするねこれ。田中組がいなくなった。いやそうですよ。うん、テンションが、テンション高い組がおらんようになりました。ねえ。いやオカルト三重士が残ったか。確かに。でも偏ってるんでね僕知識が本当に。います。それでは最終ラウンド究極の5問クイズ。これはクリックか。この決勝ラウンドでは今まで以上の難易度のクイズが5問出されます。先に3問答えた方が初代オカルトクイズ王の称号を得ることができます。決勝に残ったお二人、一言ずつ意気込みをいただけますでしょうか。とにかくユーマ来いユーマ来いユーマ問題オンリー来い5問ね、そうですね、どうしたどうでしょう。いやもうここまで来たら勝つよ。いやそうですよね、ちょっと勝っていただきたい。はい、それでは最初の問題お願いいたします。はい、最終ラウンド第1問です。問題、将棋ライター松本博文の実家が世話役を務め、6年に一度しか立ち入ることのできない禁足地で奇祭山の神神事が行われる山口県の離島はどこでしょうか。うわ、さあ3問取った方が、これ吉田さんとか多分そう金属地はね行きましたもん。あ行ってるんだ、行ってるんだ、いる人間がいるってことは吉田さん分かるってことですよね。はい、うわもう得意ジャンルだ、単語忘れちゃったな行ったくせに。5秒前、5秒前です。もう押すだけ、押せ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 、離島ですね。お来た、中田武史、大戸島あ残念、絶対当たんないでしょ無限にあるでしょ下の名前。5、4、いやこれ分かんないごめん、2、でももうね、1、残念です。1問目は答えられずですね。これは正解は二尾島、二
聞いてもそうなんだってならない、ね、答えを聞いてあーってこんなならないクイズもない。なんかどっかでムーで読んだことがあるかもしれないなぐらいだね、どうですか吉田さんこれは。いや私もたまたまね行ってたから知ってるだけで、うん、全ての記載の場所を知ってるわけじゃないんでね。私も多分そうじゃなかったら同じ立場はあ。それでは続いての問題です。お願いいたします。第2問です。問題、ネス湖から 60km 離れたスコットランドの湖に住むと言われネッシーと同一視されることもある謎の怪獣といえば何でしょうか。来た中澤武史。あの辺いっぱいいるんでね、モラーグ。来たよっしゃ、1問目取りました。ユーマだけ来い。ユーマ強し、やっぱ中澤クイズ王やれ。強いな、ユーマ強いですね。でもこの辺ね、湖大体ユーマいるんでちょっと悩みましたけどね、ネスコ周りは。こんなにいっぱいいるんだ。大体スコットランドの湖はユーマいるんですよ。ユーマになると有名になりますね本当にね。そうですユーマ以外のオカルトなんてこの世に不必要ですからね。いやそんなことない。ユーマはオカルトじゃないからね。ユーマがこそがオカルトの。科学的に検証するか。心霊は引っ込んでるよ、心霊は。元霊、元霊なんか引っ込んでるって言うんだよ。元霊も銀河が。田中さんどうでしょう。いや、ちょっと何言ってるか分からなかった。田中さんも1問目からずっと分かんないんですよ。ずっと、はい、ちょっと一回交通事故でやられてるんで。いやいや、言い訳にしたそんなこと。それでは続いての問題をお願いいたします。問題、こちらオカルトエンタメ大学からの問題です。お、うん、西の宮や足屋で、もう一回行きます。西宮や足屋で聞かれた牛女の都市伝説との関連性も指摘される予言をする頭が牛の女の子が中澤武史。早く押しすぎちゃったかな。ユーマでもあるよな、うん、まあね、まあでももう早く押しすぎちゃったかもしれないですけど、九段。残念。そうか、まあ確かにね、そう確かにね、ちょっと変化をお願いいたします。変化しそうでしたよね、牛女の都市伝説との関連性も指摘される予言をする頭が牛の女の子が登場する小松左京の小説のタイトルは何でしょう。これは答えられるんだよね。そうだよね、お願いいたします。九段の母。正解です。わ、これはいい勝負、1対1。まだまだ分かりませんね、うん、都市伝説と言ったらこれ吉田裕貴ですから、いかがですか。いや都市伝説あんまり実知らないんですよ。本当ですか。階段ね、あの階段なんで、都市伝説もまあサブで知ってるぐらいなんで、都市伝説探偵やってるのでもね。都市伝説探偵はやってないですね。オカルト探偵、まあ、階段系なんで。分かった、ごめん。まああの微妙にやっぱりジャンルが違うんで、微妙に知らなかったの。分野が違うんで、はい、それでは続いての問題をお願いいたします。はい、第4問です。問題、1946年頃アメリカ海軍が行った南極観測プロジェクトハイジャンプ作戦でリチャード・バード少将が乗った飛行機が迷い込んだとされるのはどこでしょう。来た、中澤武史。あるざる。正解です。いやこれはね、確かに答えときたかったですよね。これもうさっきのどこで押そうかね、ちょっとその続きがあるのかなと思って。そう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 、もうバードときたらねって感じですね。バードで、バードの時点で押そうかとかね。確かに明日開けようかもしれないし。そうですね、分かんだけ問題でね、あるざるですがかもしれないですよね。いつもそれ言ってる人誰だっていう。確かに確かに。でもこれもう一つ取ったらもう中澤武史優勝ですから。リーチか。これまた鈴木さんも頑張っていただきたいですね。ここはでは行きましょう。続いての問題をお願いいたします。問題、2036年の未来からタイムトラベルしてきたと言われる預言者ジョン・タイターは、2020年頃の日本は3つに分かれていて首都が遷都されているという預言を残しましたが、首都が移転するとされた都道府県は現在のどこ。あ、来た、中澤武史、ここで決めるか。お願いいたします。岡山。おお、来ました。え、マジで。あ、そっか、中澤さん見事正解ということは、初代オカルトクイズ王はマジか、中澤さんに決定。 おめでとうございます。これはすごい。中澤さん優勝おめでとうございます。今のお気持ちを。いや、これは正直ちょっと全く予想意外すぎて、あのユーマだったらね1位取れる自信あったんですけど、いやもう堂々と、僕は今後オカルトクイズを全
全ジャンルを制覇したと男として。でもいいんじゃないですか、はい、そう言っても、このメンバーに勝ったんでね、すごい嬉しいです。鈴木さんちょっと負けてしまいましたけれども、いかがでしょう。いや、やっぱり、ね、強かったね、うん、あの中澤くん強いとは思ってたけど、うん、やっぱさすがだわ。なかなかね、オカルトに特化したクイズってなかなかないですからね、うん、いい経験になったかなと思うんですけれども、オカルト界にはまだまだ猛者がいます。第2回があったら王者としてまた中澤さん参加していただけますでしょうか。はい、もちろん。で、あー来た、連覇してほしいっすね。なんかね、もう次回はユーマ問題もっと推しでよ。いやいや、言っちゃったからもういいだろ。王者なんだから他も答えろよちゃんと。ユーマ以外の問題来たら多分めっちゃ弱いと思う、ね、田中さん、この大会では力を発揮できましたでしょうか。そうですね、爪痕は残したんちゃうか。残してないよ残してないよ、はい、なんか負けたんですよ。あの試合には負けたけど、あのなんかありましたね、そういう勝負にも負けてますよ。勝負にも負けたって感じですね。どっちも負けたっていう感じでしょ。吉田さんはいかがでしょう。いやー悔しいですね。もっと階段の問題を欲しいですね。そうですね、うん、なんか稲川淳二さん以外にも階段あるからね。そういろいろと稲川さんでちょっと迷いましたよね。なぜ稲川淳二ばかりっていう。確かにね。日高さんも本日はありがとうございました、はい、新鮮な気分でとっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた第2回オカルトクイズ王決定戦でお会いいたしましょう。ありがとうございました。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。